チュイン、吉田です。今日は全くやる気がしないのでラジオ的な動画をお送りします。吉田レイディオです。何しようかなと思ったんですが、吉田といえば買い物依存症でおなじみ、年間アマゾンを400回近く使うポチリストです。でもあまりにポチりすぎて貯金額激減、2019年はなるべくポチポチしないように努力していますが、そろそろ我慢の限界です。そこで今日は買い物依存症系 YouTuber こと吉田よしおが欲しいものランキングを紹介します。ちなみにランキングとか言ってますが、めんどくさいのでランキングにはなっていません。欲しいものを述べるだけです。いつも通りですね。現実的に一番欲しいというか必要としているものは冷蔵庫です。ずっと前から言ってますが、コンプレッサー部分からゲホゲホゲホヘホと異音がするんですよね。家紹介動画でもお見せしましたが、台所を寝室に使っているので、深夜にゲホ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 と言われると気になって眠れません。一人暮らし用の小さい冷蔵庫は自動製氷機機能がないです。なのでスーパーやコンビニで氷を買っています。僕はキンキンに冷えたドリンクを飲むのが好きなので、氷を大量消費します。200円の氷を週 1,2 回買っています。氷で破産寸前です。吉田といえばメーカーを統一するのが好きです。パソコン以外の家電は基本的にパナソニックで統一しています。安いものは違うメーカーを買うこともありますが、基本はパナです。冷蔵庫もパナソニックから買いたいです。正直一人暮らしなのでそんなにでかいのはいらないんですが、自動製氷機機能がついているものはどれもでかいです。製氷機機能付きで小さいやつだと335リットルのものがあります。ただ小さめのやつは真ん中が野菜室なんですよね。自炊非対応の吉田は野菜室を使いません。微妙です。今使っている一人暮らし冷蔵庫の問題は冷凍庫が全然足りていないところです。やはりこれくらい冷凍庫がでかいのが欲しいです。でかいのだと製氷室も独立していて、しかも上の方にあります。横幅がでかいですが、まあ場所はね、いくらでも余っているので多少でかくても問題ないです。でかいと高いんじゃないのって思うかもしれませんが、何も機能がついていないこのグレードは比較的安いです。でかいですが型落ち品を狙えば12万円くらいで買えたりします。2、30万円の冷蔵庫との最大の違いは電気代ですね。 1.5 倍くらい電気代が高いです。本体に課金するか電気代に課金するか、どっちがいいんでしょうね。難しい問題です。どっちにしても今の冷蔵庫は睡眠障害を発生させているので、お金を貯めて半年以内に新しいのを買いたいです。冷蔵庫同様に必要だから欲しいものですが、動画編集用 PC のモニターを買い替えたいです。真ん中のモニターは27インチ 4K なので不満は全くないんですが、左右のモニターが真ん中モニターに釣り合っていなくて使いにくいです。本当はね、 4K27 インチ3枚にしたいところですが、銭的に不可能なので左モニターだけでも 4K にしたいと思っています。右側は27インチにするとデカすぎるので24インチにする予定。ちなみに右側モニターはすでに購入済みです。多分明日か明後日の動画でレビュー出しますが、超激安のゲーミングモニターを買ってみました。高フレームレートのモニターを試してみたかったんです。左側の 4K27 インチですが、どれがいいのか悩んでいます。おすすめがあれば教えてほしいですが、とりあえずあんま高いのは買うつもりはないです。映像のクソ高い 4K モニターを買ってもいいんですけど、見ている人の参考にならないですからね。その価格帯のモニターを買える人はあまりいないです。気になっているのは IPS 液晶で一番安いフィリップス。 TN も VA も IPS も使いましたが、やっぱり IPS がダントツでいいです。視野角が広くて画質もいいです。フィリップスのは3万6千円くらいとリーズナブルです。縁も小さくてなかなかかっこいいデザインですよね。売れ筋15位なので人気の商品、 YouTube のネタ的にも良さそうです。無難に行くなら LG の27インチ、 Amazon のセールで大幅値下げになることが多い商品。セールで狙えば3万円ちょっとで買えると思います。いまいちなのはフレームありデザインでちょっとダサいところ。できればね、フィリップスのみたいにフレームレスデザインがいいです。あと LG の 4K モニターは YouTube で動画がたくさん上がっているので、今さらレビューするのもいまいちかなって気もします。 LG とフィリップスのはエントリークラスなのでモニターの高さ調整ができないのが欠点。モニターアームが嫌いなので、できれば高さ調整機能が欲しい。そうなると Acer の27インチが一番安い。だからといっても5万3000円くらいします。高さ調整は欲しいですけど、1万5000円アップですからね。コスパは微妙な気がします。ちなみに最終的には 4K モニター2個欲しいです。作業机のモニターがフル HD です。ベンチマークを取る都合上、フル HD より 4K の方がいいんです。
何を買うかは皆さんの反応を見つつ、できればロマンのあるものを買いたいです。動画では最近登場していないレノボのシンクパッド X240、 天板がボロボロで有名です。実は僕の家のパソコンで稼働率ナンバーワンがこれです。70万円の自作 PC より使っている時間は長いと思います。ゴロネ PC としてベッドで使用中。処理性能には何の不満もないんですが、1個だけどうしても気に食わないところがあります。液晶モニターです。一番安い TN 液晶なんですよね。TN でも物によって全然クオリティ違うんですが、これは最低クラスの品質だと思います。視野角がめっちゃ狭いです。まあ、正面から見ないとまともに見えません。あと色が薄くて変です。動画を見ていてもなんかぼんやりした色でいまいちです。視野角の広い IPS 液晶に交換できないかなと思って Amazon を調べてみると、交換用の IPS 液晶が売ってるんですよね。さすがシェア率が高いレノボです。交換用パーツの入手性が素晴らしくいい。しかも IPS 液晶解像度がフル HD です。高解像度にもなっちゃいます。ただフル HD になるのがいいのかはよくわかりません。正直 X240 は5年前の超低電圧版 Core i5 です。シネベンチ230くらいしかないしょぼい CPU。 フル HD にすることで動作がもっさりしたら嫌だなという不安もあります。あと値段11,500円。2万円くらいで買った中古ノート PC に1万円超えのパーツ、釣り合ってない気がしますが、どうなんですかね。まあ動画のネタだと思えばいいのかもしれませんが、まあ、購入自体はまだ決断はできていません。作業スペースの PC も買い替えたいです。中古のレッツノートなんですが、音量が小さすぎます。音量マックスでも YouTube の音が十分聞こえません。外付けスピーカーも考えましたが、ノートパソコンにスピーカーつけるのもなんかバカらしい。あと性能が足りてないです。できれば HDMI キャプチャーをつなぎたいんですが、性能不足でつなげません。もう少し性能が高い PC が欲しいところ。本当は GPU 内蔵ノート PC が欲しいところですが、動画のネタ的にいまいちな気がしています。YouTube 用の問題点ですね。購入を決める要素で一番でかいのが、動画にして再生されるかどうかです。現状検討しているのが今話題なのかどうなのか知りませんけど、ASRockのデスクミニ A300 です。超小型のベアボンキットで、Ryzen シリーズが搭載可能。速攻で注文したんですが、発売日の2月8日には届かないっぽいのが残念ですが、まあこれを試してみようかと思っています。もしダメならノート PC を買おうかな。まあこれは欲しいものじゃなくてもう買っちゃったもんですけどね。ただ GPU じゃなくて CPU はまだ買っていないので悩んでいます。あとメイン PC のビデオカード GTX1080、 ファンの回転がおかしくて鬱陶しいです。たまにファンが回転しなくなったりすることもありますが、それよりも回転数が安定しないのがイライラします。ブワーンブワーンブワーンとアクセルを吹かしたような音です。壊れているわけじゃなくて、ギガバイトの GTX1080 の仕様って説もありますが、どっちにしても買い替えたいですね。正直なところ、この GTX1080 より性能が低いグラボは買いたくないです。どうせ買うなら1080より強いのがいいです。また YouTube 病なので、コスパがいいと言っても今更 GTX10 シリーズは買いたくないです。NVIDIA なら RTX20 シリーズです。そうなってくると最低でも RTX2070 になります。2070だと GTX1080 に近い性能でも、なんか微妙ですよね。同じぐらいの性能に買い替えるってなんかバカらしい。できればもう少し強いのがいいです。現実的には RTX2080 かな。10万円は高すぎるだろうとは思いますけど、動画のネタにすればある程度回収できるのでありかな。さらに強い2080Ti ってのもありますが、さすがに18万円コースはコスパが悪すぎます。タイタン RTX もめっちゃ勧められますが、これは絶対に買いません。理由は経費処理上の問題です。税込み30万円を超えているため、一括償却できません。資産として少しずつ償却していかないとダメなので、税金的にアウトです。税込み299,999円だったら買っていたかもしれません。RTX2080 と悩んでいるのが AMD のラデオン7です。ほぼ同等性能らしい。無駄に 16GB メモリーを積んでいたりするので、動画編集用にもいいかなと思ったりします。ただ気になるのがね、値段ですね。RTX2080 より値段が大幅に高いとなると微妙です。同じような性能といっても、ラデオンにはリアルタイムレイトレーシング機能がないわけです。RTX に対応したソフトだと画質が劣ります。
いくらになるのかわかんないですけど、10万円前後ならロマン重視でラデオン7もありかなと考えてます。ちなみに発売日は2月7日です。米国価格で699ドルですが、日本での価格は未知数です。以上、買い物依存症の吉田が欲しいもの5つでした。できるだけ動画のネタで物欲を満たすように努力していますが、どうしても Amazon を開いてすぐにポチってしまいます。今日も3箱も Amazon から届きました。ポチリストを卒業したいんですが、どうしたらいいんでしょうか。この動画を作っている最中にもポチったことは内緒です。以上です、吉田です。デル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